圧倒的な強さのフリーザにナメック星人ネイルとの同化を果たしたピッコロが立ち向かう。待たせた。しかしフリーザはさらなる変身を遂げてしまう。フリーザでも何でも来やがれ。俺はたった今スーパーサイヤ人になったんだ。フリーザかベジータか。というものを見せてあげましょう。貴様らは邪魔だ。引っ込んでよく見ておくんだな。大した自信だね、ベジータ。それとも頭がおかしくなったのかな。今のうちにそうやってニヤニヤ笑ってろ。ここにいるのが貴様の最も恐れていたスーパーサイヤ人だ。相変わらず冗談をきつめに。カカロットの出番はないぞ。相変わらず冗談きつめに。ここにいるのが貴様の最も恐れていたスーパーサイヤ人。カカロットの出番はないぞ。ほら。約束でした。地獄以上の恐怖を見せてあげる。はっ。サイヤ人なのかね。これが限界だというのか。俺はスーパーサイヤ人だ。汚れフリーザー。真の恐怖と決定的な挫折にベジータはすでに戦意を失っている。ちょっと早いけどとどめを刺しちゃおうか。
まだゴミが残っていたのか。バカだね。おとなしく震えてりゃよかったのに。まさか。フリーザ、本気でやった方がいいぜ。こいつこそ貴様が最も恐れていたスーパーサイヤ人だ。知ってたはずだろ、僕がくだらないジョークが嫌いだってことをさ。ベジータはもうほとんど身動きせえできねえような状態だったんだ。わざわざとどめを刺すことはねえだろう。バカ野郎、非常になれ。そうすれば貴様はきっとなれるはずだ。スーパーサイヤ人に。よく聞け、カカロット。惑星ベジータが消えたのはフリーザが攻撃しやがったんだ。あいつの命令通りに働いていたってのに、俺たち以外は全員殺された。やつがスーパーサイヤ人が現れるのを恐れたからだ。ただのフリーザを倒してくれ。頼む。